はい皆さん、こんにちは。えー、本日のゲストは、えー、非常にですねリクエストも多かったんですけれども、えー、ついに来ていただきました、えー、京都大学大学院教授で表現者、はい、クライテリオン編集長の藤井聡先生です藤井先生、よろしくお願いします藤井先生、よろしくお願いします今日はあの藤井先生仕様ということで、はい、プロレスの T 卒をしてい、はい、あ,あ,ありがとうございます前日がなくて新日になってましたいやいやいや、もうすませんね、王道のも、はい、ぜひ可愛がっていただけると <laughs> もういないんですけどね、ババさんもい。やでもね、もうワクワクしますよね、そのマクドナルドでね。ありがとうございます。まあ今日はあの前編後編と2回に分けてなんですけれども、まあ前編の方でですね、まあ今の日本経済、藤井先生の目にはどう映っているのか、そしてじゃあ今なぜそういう現状があるのかというところまず前編の方でお話しいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃりざっとお話、さしあげますかね。こちらちょっとこちらを使いながら、うん。 お話状況、おまあ、これ、まあ、ちょっと古いデータですけどあんま変わってないのでここからいきますと消費税増税でこれ名目 GDP ですけど、うん、ちょこんと下がって、まあ、ちょこんとって言ってもこれ結構下がってるんですけどね、えー、と15兆ぐらい12兆3兆ぐらいですかね、まあ、消費税で下がってでその後ずるずるってダメになってたところコロナが、まあ、去年の3月とかに来てどーんと。 下がってでそこからちょっと回復したんだけどまだ、うんずっとだらだらしてて、うん、で今7区まで出てますけど、まあ、あんま変わらないですもうこれよりももうちょっと下がってるぐらいで大体1人当たり、えー、と20万ってことですよね、うん、24兆円だから1人当たり20万円ずつぐらい GDP 所得が、まあ、下がってると、まあ、年率ですけれども、はい、それでいくと、まあ、1世帯当たりでいくと、まあ、平均世帯にぶっかけると、まあ、50万ぐらい損してると。うん えまあイメージで言うと普通の世帯が50万円入れてた封筒をボトンと全世帯がボトンと落とととしたと <laughs> とんでもないです、ね、もう封筒入れてて焚き火してたらあ燃やしてしまったと全世帯がやるというような, <laughs> な。 これすごい状況に今なってるということで、うん、だからこれかなりしんどいですね。で、さらに、ちょっとここにはデータはないですけども、あの、世界中のインフレ率、非築のインフレ率、昨年同時期の非築と今年の非築のインフレ率を見ると、一つの国を除いて全,全てプラス、ちゃんとインフレになってるんですけど、一、はい、個だけデフレになってて、それが日本ということですから、これはもうなんか日本だけがまあダメだという状況にまあなっています。 でまあ、自殺も増えてるしなんですけどでその原因なんですけど、えーとまあ、これまずヨーロッパとアメリカはものすごい自粛したわけですね、はい、ロックダウンとかですごい自粛してで,でもまあ成長してるとアメリカなんて 7%2019 年比で2021年度はプラス7%成長するだろうと言われてて、うん、まあドイツとかそのイギリスとかあの辺でも12%はまあ伸びてるともうコロナでだいぶしんどかったんですけどそのコロナ前を上回る状況に。 まあヨーロッパはなってると、うん、で,でも日本はコロナ前からして駄目になってると、うん、いうことですよね。でそれなんでなのかということですけど、まあ、ヨーロッパはまず去年の3月にあの財政規律を凍結をしてで所得補填を80%までやって。 で、いろんな国で消費税減税やりましたと。うん、で、要するにお金が、キャッシュフローが流れてないので、マーケットに、実体経済で。だから、あの、税金でぶっこ抜く量をちょっと止めて、それで政府がドボドボっとお金を入れたということをヨーロッパでやった。はい、それをやるために財政規律を凍結したと。で、まあこんなに、これ、フランスの消費ですけど、ロックダウンでガーン下がったんですけど、またポンと上に戻ってると。うん でアメリカとかはトランプで400兆バイデンで400兆こうぶっ込んでるとで中よう見ると個人向け給付っていうのが去年の3月でえっ、ー、とまあ250兆ぐらいですよねだからアメリカ国民一人当たり200万円分の給付平均で200万円ぶっこんだとでそれで足らんようになって年末にまた100万ぶっこんだとおい、うん、でもう,もう250万こうやったもうええやろうと。 おまあ、まあ150万ですね150万じゃぶっ込んだ方がええやろ言ってたらまたそのバイデンになって3月になってまた200兆ぶっ込んで、まあ、100万弱入れて合計200万から250万ぐらいのお金をこうぶっ込んでると国民給付金っていう点で,、はい、でこれ除数効果どうとかそういうせっいこと誰も言うてなくてですね、うん、こうぶっ込んでるとで日本はその間やったのはあのマスク1枚と10万円1回国金とそれはもうこんだけやったらプラン7パーいくし日本だめになるわと。 まあいうことに今なってると、いうことですね。まずまあ状況はまあそんな感じですね。なるほど。これなんでそのヨーロッパもアメリカも。まあドカーンとお金をつぎ込んだにもかかわらず。まあ一応その先進国というと、まあ今のところ日米をと言われたりするわけですけど。なんで日本だけはそこをこう追従しないというか。うんうんうん 僕も今回コロナの自粛の話もそうですし今回のコロナ後の経済対策の話もそうですしさらにあの安倍内閣下で2回増税された経緯を見てもそうですけど要するにこの国にも政治が存在してないんですよね。なるほど政治的意思ポリティカルビルというものが、まあ、この国には、まあ、なくてあるいはあったとしても極めて薄弱ね。うん、要するに空気とノリ とおでで進んでるとで組織の論理と空気とノリで進んでるだけで。えーっと,まあ、というのがまあ問題なんだと思いますね。あの例えばあの新入社員の方とか思い出していただくとですね、僕は、まああの大学の人間ではありますけども、やっぱり大学も一つの組織ですから。 で学会入ったりとかしますけどやっぱり22とかの時にまあ24ですか僕大学院卒業してさあこういうのやるぞとか思っていろいろ研究やろうとか思ってもですねまずいろんな先輩が「いやここはこういうもんなんだよ」とか「これこれこうじゃないですかいやでもそうはこうなってんだよ」とかって言われたらもう子供からしたら「全員はそうこうなんだよ」ってそうなんかな」と思いますよね。 これで、まあ、僕はそういうのとずっと喧嘩してきましたから、もう教授のことも聞こえるように、あほ、はい、やからあいつとかで悪口言うてましたから、はい <laughs> で、で、先輩のこともいつもビビらしてましたから、うん、僕は相当変わり者だったので、空気、学会の空気とか組織の空気をもう跳ねのけてですね、うん、っていうかもう知らんとかってもう、うん、もう KY でですね、自分がやろうと思ってることずっとこうやってきましたけど、まあそういうことする人ってもうほとんど、 まあいなくこれ自慢してるわけじゃなくてね普通誰もそんなことしないんですよ日本人はで,でも外国行ったら僕みたいなのばっかりですからね大体ばっかり言うこともないけどまあ僕みたいなのも多いですわでも日本人って言ったらえここでどうやったらいいんですかってどういうのが論文なんですかって聞くわけですよほいであこうやるのが論文じゃあその論文書きますわとかってこうなるわけですよそれと同じことが財務省でも勧められててですね え、ここどうしたらいいんですかえ、だって藤井さんとか勉強してたら結構なんか積極財政の方が財政健全化するかと思うんですけど、え、ダメなんですかお前、バカじゃねえかと。藤井なんてバカに決まってんだよ、あ,あんなもの。もう土建屋なんだから。経済なんて何も知らない。もうあいつ土建屋とつるんで、なんか要するにもう建設業の受注を、発注を増やそうとしてるだけなんだから、あいつのこと切っちゃダメだ、ね、よ。うん、で本物や、ほんまなんですかそうに決まってるだろ、お前。ってみんなに言われるわけですよ。で、はあ、そうなんですか大体な、そういうやつも財務省に入ってくるとき1年目とかいるんだよ。 でももそれもあれも騙されてからちゃんと俺らの言うこと聞いてたらちゃんと出世できるからお前ちゃんとそれよりもお前ちゃんと今日のあのちゃんと緊縮のあれの会議のやつあれちゃんとまとめたのかお前ってこうなるわけですよ。じゃはい」ってこうなって心があったとしても財務省に入ったとしたらみんながそうだから。 これでずっと反発してる奴はずんど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 んこう追いやられてって、そこの空気、あ、そうっすよね。ああ、僕もそう思ってたんすよ。みたいな。藤井なんてろくでないっすよね。みたいな。積極的、最近なんか、え、なんか森永とかもいるみたいで、ね、あいつもうさんくさいっすよね。いや、お前もそう思って、そうっすよっていうやつがもう、でも鎮堂屋みたいなのがどんどん上司上になってって。うん、ほんで、そいつがまたら人の上司になったら、うん、お前なだ藤井とか読んでんのかよ、お前。とこう、なってってですね。こういうデータがどうこうとかを見る暇なくですね、 財務省の論理の中でどう泳いでったらいいのかっていうやつがどんどん上に行くわけですよ。で、それでもう、それが空気を日本を支配してて、いやこれよその国もめちゃくちゃやってますよと。こんだけやってるの日本やらなかったらダメでしょって言っても、え何言ってんだよ、まあ、とにかくそんな、そんな話はどう、そんなお子様の話はどうでもいいんだから。 なってるんだと思うんですよねこれが原因だと僕は思いますけどいかがですかねいや実際その結構言われていることが財務省が悪いんだという話がまありますとでただ一方でこうネットとかを見ているとその財務省が悪玉であるということというのはある意味こう陰謀論だみたいな話があって結構それバチバチやっていて若干ちょっと僕から見ていると進学論争に見えるわけですよ 財務省が悪いって言ってる人と財務省は悪くないとただこれ僕結構功績だなと思ったのが今回矢野さんが文出しましたよねあ結構反対側とあれを支持する人たちで大手メディアも左折で支持しちゃってましたけどもバチバチやったことによって財務省悪玉論っていうのは陰謀論じゃなくて。 ほら本当にこうなってんじゃんって逆になんか出てきちゃったんでああまあそういう意味でねんかあそこ黙ってれば財務省が悪いって言ってるやつらはそう言いたいだけなんだって言って済ませられたのにディープステートみたいなねんかみたいなねボンってあの論文を出しちゃったがゆえにちゃった逆にやっぱ本当に財務省の人って財政破綻するから緊縮しないとダメだって思ってるんだって うん、時事実上トップに近い方じゃないですか矢野さんいやもうもうだって自分自身ですからねですよね、うん、まあいたんだとはいえ、うん、ちょっと相当変わり者らしいですけどいつもだからあれは結構、うん、その反禁縮側の人から取っても、うんうん、あの論文自体は別にウェルカムではないですけども、うん、あれが出てきてくれたことによって、うん、あ本当にその陰謀論じゃなくてそうなんだっていうのが分かりましたよね、うん、そうそうそう,そうで僕ねはっきり言って陰謀論でっき麗なんですよはい 陰謀論言うやつ見たらこいつ頭かアホやなと大体いいね思考の節約のために陰謀論にしちゃうんですよみんなそれを聞いても,らったらもうアホやなと、まあ、そういう側面もあるやだけど世の中っていろんなもので決まってるんだからって思ってたんですけどその僕が常に財務省の悪さを言ってるのはねこれ陰謀ってなんか誰かが一人こう考えて戦略立てでこうやってるうん、うん、っていうのが陰謀論なんですけど財務省は違んです今言ったよっうに空気があって その空気で世の中動いてるって山本七重の空気の研究っていう、うん、あのちょうど戦前の頃の、あのー、インパール作戦とかね、うん、有名なあとそれから戦艦大和の特攻とかもう何の合理戦もないんだけど空気でまあいっとこかみたいな、うん、第二次大戦の開戦ですらそうなってるんですけどねでまあまあいろいろと空気で進んでいくっていうのはこれね日本人のね 弱点として存在しててて存在それはね決してねだから僕はあのサラリーマンの方だったらお分かりになると思いますけどっていうところから始めたんです日本企業でで勤めてらっっしゃゃたんじゃないんですよね一応僕も10年ぐらい社会人やっていてえ日本企業だってだとの、はい、日本企業で働いたこともありますし外資系でも働いたことありますし外国の企業でも働いたことあるんです、うん。 ね、どうですか外国の企業日本の企業まあでも,でもで、ね、分野的に結構大丈夫な方なんですかね結構ででも近いんですよあのよく言われるのが、うんまあ、日本企業で、まあ、こうなんとなく思われてるのは先ほど藤井先生がおっしゃったように、うんまあ、自分がどうかっていうよりは、うん、いかにこう上司に取り入るかみたいな意外と一般的に言われてるのは外資はそこら辺クールで。うんうんうん 別に実力があればっていう感じなんですけどただ外資系の日本支店の場合はやっぱ所詮日本人がやってるんでなんなら日本企業以上にもう金も使ってどんどん気に入られていく上を接待するみたいな感じがあるんでやっぱりその日本固有の空気読んだりとかなんかこう変なこと言ったら波風立てんなよみたいな。例えばその今回コロナの対策一つとっても やっっぱ日本人ってこう導通圧力すすすごごいいんででね多分そのマスクをした方がいいとかしなくていいとかいろんな考えはそれはもちろんあるんでしょうけどやっぱ同通圧力はあるので自分がどう思ってるか関係なくとりあえずマスクはするし手洗いするし消毒するしみたいなまあ逆に言うとあの雰囲気が欧米に比べて被害を抑えた一つの要因だと思うんですけどもなんかやっぱりその一時が万事で先ほどおっしゃってたようなまあ上がこう言うから まあね、内心違うと思うけどここで違うって意思表明しても、うん、意味がないというか自分にリターンがないのでだんだんこう染まっていくうちに、うん、もうそれが本心になってしまうそうなってしまうんですよねっていう気はするんですよね、うん、だから決してこれはまあ陰謀論とかではなくてしかもね僕、まあ、知ってる方少ないかもしれませんけど僕の研究の重要なっていうか僕のメインストリームの研究がね大衆社会論。 はい、あの要するにナチス・ドイツの研究みたいなもんですよ対象社会論であり全体主義研究っていうのをやっててその題材にねちょうどねエルサレムのアイヒマンっていってねあのアウシュビッツの輸送を取りまとめやっててその家畜のようにユダヤ人を扱ってでアウシュビッツにこう送り込んで,でその死体とかあの効率的に処理をしていくっていう行政のトップだった人が。はい <laughs> いてこいつがまあ死刑に捕まってイスラエルに裁かれて,死刑,になって殺され死刑になるんですけど、まあ、それをこう研究したハンナ・アレントというハイデッカーという人のおまあ愛人の、まあ、弟,子弟子であり愛人の人がいるんですけど、まあ、有名な、まあ、その彼女の「全体主義の起源」という本があって僕その研究だとかあとそれを社会心理学で僕も社会心理学をずっと研究してますからそういうなんかこう経済学とはねちょっとね 全然別の研究も僕これ、まあ、やっててね、はい、それでいくとねこう財務省の組織とか見てるとああこれもうアウシュビッツの行政と一緒やなとだから彼らは結局その命令に従ってるだけでその命令に従うということが正義にかなってるかどうかということについての思考を停止してるんですよね。うん、で財務省もそうなってるんですよはっきり言って彼らあの日本国民は地獄に落としてる悪いやつらってことなんですけど地獄に落とす気ないんですよ。ただだ、うん、命令ででやってるんですけどとか言ってだから 悪いことしてるって思ってないですよね。え、だって、皆さんもサラリーマンに入った会社の上司の言うこと聞くでしょ僕だってそうなんですよ。っていう。ことになっててね。で、僕はそういう。あのー、僕、社会心理学とか全体主義研究とか、あの、僕、大学では全体主義研究を十四回。の講義で大学院に教えてるんですね、うんで。その前は社会心理学の講義を、まあ、十四回、まあ、教えてたんですけど。で、それに加えて、僕は、あの。 財務省のだからねめちゃくちゃよく知ってるんですよその言えないことも含めて、うん、あこうやって取り入るんやとあこうやってだって僕矢野さんいつも思うてましたもんあそうですいつも言いましたもんあ,あいつかおっとなしやつやったなこいつおっとなしくせにこんなん書きよるんや全然喋らんかったくせにとかってだからもうその顔も分かっているんですよ喋、はい、り方とかも含めて。 そ,ででそれも含めて喋ってるの陰謀とかそういうもんじゃもうないんですよね。うん、でそれで僕はそこをなんとか固い岩盤というかねものすごいこうもうあの氷にこう覆われたあもう兄兄兄みたいな状況に <laughs> 進撃のような兄みたいなでこれをこんなんとかガーンとこう割れないかと、うん、いうので高市早苗作戦とかね安倍さん第三期内閣作戦とかね。 じゃあ西田翔実作戦とかね高いあのうん山本太郎くせ玉作戦とかねこうやってるわけですよ、うん、まあそれは僕が全部やってるわけじゃなくてみんないろんな人が同じようなことを考えてやってるわけですけど僕なりにこう戦略を立ててこうやってるっていうことになってるんですよね実際その高市さんもそうですし、うん、山本太郎さんもそうだと思うんですけどまあそのまあ決してその 全く一緒のことを考えているとは思わないですけどもある意味積極財政というところだけを抜き取れば令和の山本さんも高橋さんも安倍さんもかなり近いことを言ってると思うんですけども官僚と違って政治家の方たちは例えば藤井先生が抗議をした時に確かにそうだねっていう形で一応その教えを受けた後に自分たちの名義で。 結構発信されてるじゃないですか。うん、そうですね。そうですね。うん、政治家はじゃあ、まだこう救いようがある人。そうですね。やっぱりさすがにそこ。死んだら、あの。よく我々その社会学とかで言うときにはね、社会有機体論とかっていうときには、こう。一つの国とか、一つの組織とかがあると。まあ、一つの国でいいですわ。わ政治家って、だから、頭脳なんですよね。うん、だから、そこやっぱりいろんなものを見て、いろいろ判断して。体には癖がありますよ。だから、財務省とか、体の癖みたいなもんなんですよ。 どうしても緊縮してしまう傾きを持ってる癖だとかねで,でその癖を直すのはやっぱタバコを吸う癖だとかなんか寝る前にいっぱいお菓子食べてしまう癖とかあるじゃないですか人間、はい、だからそういうもんなんですよ財務省の緊縮っていうのは、うん、こう社会有機大切で考えるとでそれを変えるのはやっぱりダイエットをしようって思うことじゃないですか、はい、だから脳髄で習慣をちょっと無理して変えたり修行したりとかするわけで、うん、そこが政治家でありあの学者 であるわけですよね。だから政治家と学者ってほとんど一緒のところにいて、でだから政治家がねさすがにあのー、動かんかったらもうその人間ダメですわ。うん、<laughs> その国ダメだから。だからそういう意味で政治家はまだ幾分ましな人がいます。<laughs> なるほど。というふうに思いますね。いやー実際その今日藤井先生に来ていただいて、うんうん、日本経済についてちょっと。 講義いただく話で今日お呼びしてるんですけども意外と経済学とかデータの話からだけじゃなくってそういう歴史的な話であるとかある意味人間の心理とか思想の部分からちょっと切り込んでいただいてかつもともと産業として中にいらっしゃったのである意味推測でものを言うんじゃなくて実際に見てきていらっしゃるので。 なんか巷で言われてたなんとなく言われていたことっていうのがやっぱ事実なんだとととこはねうですななるほどいかりましたのでちょっと前編はですね結構皆さん衝撃の事実というかあ本当にそうなんだっていうの分かったと思うんですけどもただ嘆いてるだけじゃしょうがないなで後編でですねぜひこういうふうにやればいいんだよと。 財務省の人聞いいてねとととうことをちょっとお伝えできるで、ね、やっぱり一言だけ申し上げるとやっぱり高市さんとかね安倍さんとか、うんはい、山本太郎さんとかもそうですけどやっぱりね政治家としての、ね、志が、ね、ないってわけじゃないんですよ。うん、あるんですよだから日本を救いたいという気持ちがあるのでやっぱりそういう方々とねそういう方々にやっ,ぱやっていただくのはすごく大事あの全幅の信頼は置いちゃダメですけどね政治家には常に民主主義ですから監視しとかな、はい、ダメですけど。 で疑っておかなあかんのですけれどもでも志がないっていうわけじゃないので、まあ、後半是非そんなところも含め、うん、がとうございますということでねあの後編かなり楽しみになってきましたがひとまず前編はこちらで終わりたいと思います。えー、皆さんチャンネル登録とコメントも高評価もよろしくお願いします。